どうも010コーヒーチャンネルです。ドキドキ文芸部リテラチャークラブ知り合いの方にです、私普段こういうゲーム全然興味がないというか ご縁がなくてあんまりやることないんですけど、知り合いの方にドキドキ文芸部がやばい、何にも前知識なしでやってみてくださいと言われて、これ公式サイトから普通に無料でダウンロードできるんで、なんかスイッチ版とか出てるのかな、ちょっと絵面的にね、完全にもうなんていうの、美少女ゲーム的な感じで全く知識がないんですけれども、この見た目とは裏腹な展開らしいということしか聞いてないので、ちょっと日本語化してみたのでやってみたいと思います。ニューゲーム、名前をあ、何これ、お兄ちゃん的な。おはよう。遠くから鬱陶しい女の子が宙に手を振りながら周囲の目を全く気にしない様子でこちらに走ってくる。あれかな、やっぱり幼なじみやれやれみたいな男の子かな。あの子はさよりといって近所に住んでる幼なじみ。やっぱり今友達にしたいとはとても思わないだろうが、それでもうまくいってるのは幼なじみだからな。贅沢な悩みですね。こんな日にはよく一緒に登校していたのだが、高校生になってから彼女の寝坊が多くなり、俺は待つのがだるくなってきた。やっぱり主人公は俺なのね。こんな風に追いかけてくるならもういっそのこと逃げてしまおうか。やれやれ。いいじゃん、かわいいじゃない、さゆりちゃん。また寝坊しちゃった。今度は追いついたからね。主人公がツンケンしてるのか。まるで私を無視するつもりだったような言い方。かわいい。来るの以上で、あ、かわいいじゃない。へんてこなお前を見た周りの人たちが、俺たちがカップルがないかなと。ああ、どうなのこれ。はいはい。どっちがどうなの、こっちが好きなの。意地悪したくてもできないんだね。かわいいじゃん。通学路には他の生徒の姿が徐々に増えていく。ところでさ、まだ入る部活は決めてないの。あ、1年生か。部活？マジで部活に興味ないって前から言っていたはずだが、探してもいないよ。そんな一緒に入ろうよ的な感じか。今年は部活に入るわ。じゃあ2年生か。なるほど、適当に言ったのね。暇な時間は大抵アニメかゲームをやって平穏な生活は送れればもうそれで満足なのに、彼女はそれを心配しすぎる節がある。ああ、もう大学に行く前に社会性もスキルも身につかないんじゃないかって心配だって言ってる。あ、それはありがとう。ああ、もうこれ告白やん。付き合ってんのか。ああ、まあこういうツンケンしてるとね、実社会出てから打ちのめされそうですね。ちゃんと言うこと聞いてくれる？私を心配させないでよ。お互いに心配し合ってるわけね。なるほど、部活で文芸部に入るのかな。少しは努力します。さゆりちゃん、手がずっとそのポジションなのかな。完全に好きやん自分。普段通りの学校生活はいつの間にか。ああ、やべえ、もったいねえ。若き日。部活か。アニメ研究会。とりあえずアニメ研究会なの。野球とかじゃなくて。さゆり？俺も大概ぼーごとしてるな。クラスは違うのね。ちょっとした励ましが必要かなと思って。あ、さよりは入ってんのね。この表情いいね、かわいいね。文芸部副部長。部の新設の手伝いするのが楽しそうだからというだけで参加したのだと 99% 確信している。よく知っとるやないかい。アニメ部に行ってくる。新入部員連れてください。計算づくやろ。カップケーキに免じて寄るとすれば計算通りやないかい。今日俺がカップケーキに魂を打った日だと記録されるだろう。大げさ太郎だな。3年生の授業部活動で使用されて自分はめったに行くことがない場所。そういうとこありますよね、学校に。新入部機体はもう入ってる。教室を一目見ました。綺麗。お会いできて嬉しいです。よく聞いてますあら、男子連れてきたわけ。雰囲気ぶち壊しじゃない。言われてる。おーい、もう入部するしかないでしょう。つい言葉を失ってしまった。この部活は最高に可愛い子だらけじゃないか。おお、そこは分かるんだね。あんたどこ見てんのよ。言いたいことがあるなら言いなさいよ。この子あれだな、ツンデレだな。なつきちゃん、この子はなつきね。当たりの強いこの子を初めて見ることだ。1年生。不機嫌な時は放っておいていいよ。いつも元気いっぱいだよ。ゆりちゃん、秀才ゆりちゃん。ちょっと髪長すぎだね。2人ともよろしく。モニカとはもう知り合い。モニカセカンドチルドレンっぽいね。あら、かわいい。よし鍛錬文武両道。ははは。こっちこそ。いい部活じゃない。夏希はホイールで包まれたトレーを取り、ゆりはクローゼットを開けているもう入部したな。これ準備はいいかしら。じゃじゃーん。わー、アルミホイルに来ると白くて可愛い子猫のようなカップケーキが12個顔を見せた。あ、本当に猫なんや。刃が特徴的ですね。美味しい。あ、もう食べた。無言の視線。すごくうまいぞ。ありがとう、なつき。いきなり呼び捨てかよ別にあんたのために作ったわけじゃないし。なつきちゃんかわいい。なつきちゃんに決めた。わかったわかった。慣れ慣れしいね、お互いに。教室にティーセット置いてるのか。先生方の許可いただいてますから。いい部活だな。こういう部活に入っとけばよかったかな。男子に免疫なさすぎじゃね。まだ入ってないんですけど。恥ずかしがらないで。なんでウェルカムな雰囲気なんだ。あ、部長なんですね。ディベート部の部長。そうなの。大きな部の部内政治にもうんざり。ああ、そういうのあるんですね。文学の道に引き込めたのは本望よ。最高のリーダーだよ。ゆりもうなずいている。文化祭で文芸部って何すんやろうな。朗読かな。配膳を尽くします。いいね、粒揃いだねこれ。でもなんか今すげえ微笑ましいけどドキドキすんのかな。普段ど、あ、やばいやばいぞ。ラノベとかかな、漫画とか。お、ダメか、漫画ダメか。あ、漫画を文芸と認めない人たちなのかな、もしかして。今後変化の余地はある。ですね、重厚で複雑な世界観を持ったファンタジーが好きなんですね。世界観を支える創造性や職人系の凄さといったら目を見張るものがあるんですよ。転生系かな。オタク気質ですね、ゆいちゃんは。奥深い心理的要素を含む物語には思わず夢中になってしまいます。ほらやめて。そのホラーからドキドキな展開になるとかやめて。異世界に連れて行かれたりすると本当に止まらなくなってしまいます。シュールレアリスムホラーなんて少しの間だけかもしれませんが、世界の見え方が変わってしまうことだってありますからね。面白そうですね。ホラー苦手。あ、夏希漫画好きだな。さては可愛いことを描くのが好き。はあ、どうしてそう思うのよ。夏希は下書きの紙を置き忘れてて、どうやら詩を書いてみたい。お、やばい。中二病。黒歴史。全部可愛いな。めっちゃバカにしとるやんけ。可愛くない。可愛いね。なんか問題ある。まあそうね、詩書くってすごいよね。嫌よ。誰かのために書いてもいいとは思うけどね。ふむふむ。うん。部長厳しいな。みんなの詩読みたかったな。オッケー。一つ考えがあるわ。部長かわいい。家に帰って自分の詩を書きましょう。みんなお互いに見せっこしましょう。あ、いいね、文芸部っぽいね。うん、イエーイ、やってみよう。あ、やばい、俺もやらないといけない。あ、ケーキ食ったらもう入部やでお前。俺か。嫌われましたね。めっちゃ沈む。やばい。いや、もう入部すればいいじゃない。よし、決めた。幸せだな、フール。本当にびっくりしたんですよ。超怒ってたんだからね。さあ、これで正式ね。よし、みんな今日の部活は終了。次回って明日じゃないの？もうコピペしかないな。あ、一緒に帰るとかマジで青春かよ。さより、夏希、ゆり、モニカ、もちろん。いや、もう幸せですよ。最高やで。あ、そういうことするともう地獄が待ってると思うけど、よし必ずや工務店にしよう。あ、ダメだこいつダメだ